皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もウィニングレブン2022のオンラインパフォーマンステスト版やっていきたいと思います。はい、ということで今回は新要素と、気づいた点、変更が入った点なんかを紹介していきたいと思います。結構めちゃくちゃあるんですけど、いい変更だったものもあれば悪い変更というかマイナスだったんじゃないかなというものもあります。それら含めて全てまとめて紹介していきたいと思います。今回操作面というよりは、システムとか、これができなくなったとか、新要素があるよっていうものをね紹介できたらなって思います。ということで早速見ていきたいと思います。はい、ということでゲーム起動すると、この2つの画面に分かれるんですけど、右側じゃなく左側が試合に行くモードっていう感じですね。まず設定の方から見ていきます。はい、まずはゲーム設定なんですけど、画面と言語設定に関してはほとんど今と変わらないので、飛ばしたいと思います。はい、コントローラー設定見ていきましょう。コントローラー、前回前々回ぐらいの動画で、新要素なんかを紹介しましたけど、まずはオフェンスの部分で言うと、キックフェイントみたいなのは R1 でやりますし、カーソルチェンジは同じですかね。新要素としてボールタッチコントロール、今までで言うとダッシュボタンですかね。それからシールディング、この辺りの要素が追加になってます。それからディフェンスの方で言うと、ダッシュなんかもありますし、新しい要素のチャージング、または×のマッチアップ、この辺りが新しい要素ですかね。で、詳細設定見ると、カーソルチェンジのやり方だとか、いろいろあるんですけど、まずパスのマニュアルレベルの方、レベル1からレベル4ということなので、今まで3段階だったんですけど4段階に変更みたいですね。あとはオンのものがあるんですけど、これはオフに切り替えるぐらいしかできないんですけど、あとはペイント入力タイプがイージーとマニュアルっていうものがあるみたいです。でカーソルチェンジのところのマニュアルオートに関しては、そんなに体感はできなかったんですけど、まずそもそもマニュアルでカーソルチェンジ、左スティックを倒してやる分ですかね、右スティックだっけ、ちょっとそちらができなくなってますね。あとは単純に四角プレスがなくなったのと、あとチームメイトムービングの方ができなくなってるので、ここが若干マイナスなのかなと思いますし、今までこれらに慣れてしまった自分だったり、他のね、ベテランの方はこれがなくなると結構苦しいのかなと思いますし、守備の仕方だとか、攻撃のバリエーションとか、その辺にも関わってくるんじゃないかなとは思います。はい、次は試合準備の方に行きたいと思います。この画面でもチームセレクトを押すとチームの変更なんかもできるみたいです。これはベータ版だけかもしれないですが、分かりませんけど、あとは対戦相手を探すエリアなんかも一応設定するということができるみたいですけど、このベータ版は世界中の方々とマッチングする可能性があるので、それ対策として置いてるだけなのかもしれません。ちなみにマッチングの方はアンテナ5本分で記されるみたいということで、今までは3本だったんですけど5本に一応分かれているみたいです。この辺の正確性だとか、信頼度なんかはね、今のところよく分かりませんけど、一応細かくは分かれるようになったのかなってところです。はい、試合マッチングすると、まずこの画面になるんですけど、これ順番通りに行かないといけないので、例えばスタジアムの設定なんかを変更したいとか、そういう方はここでやる必要がありますし、あとは環境設定なんかも設定することができますし、相手のプレイヤーのデータなんかもね確認することができます。これ今動画の中では静止画出してると思うんですけど、実は動いてる動画というか背景は動いてる状態なので、その辺も若干変わってますかね。はい、そして次の画面に行くとユニフォームが設定できるということで、ここ必ず通る場面なので、今までだと、ユニフォームの設定をし忘れたりとか、同じ色のようなユニフォームをね、設定になっていて、見にくいなっていう感じることあったと思うんですけど、ここ必ず通るところなので、そういう意味ではそういうミスなんかはなくせそうですよね。はい、あとはゲーム画面なんですけど、フォーメーションの画面、横方向になりました。スタメン選手が、ピッチ上に散らばっていて、ベンチの選手は右だったり左だったりの足の方にねちょろっといるって感じです。ちなみにスカットと戦術は R1 や L1 でね切り替えることができます。あと、ベータ版だけなのか分かりませんし、ベータ版だからなのかと思うんですけど、戦術の方だったりコンセプトアレンジは今のところつけることができないようです。でもちろん、選手のね、能力のデータなんかも一応見ることはできますが、まず一つ気になったところで言うと、まず適正の部分ですね、若干見にくいんじゃないかなと思うんですけど、薄いところ濃いところ、しっかり見ることはできますが、点線で区切られ方も若干曖昧ですし、ちょっと見にくくなっているのかなと思います。
そして新スキルの方が2つじゃなく3つありまして、ブロッカーとスライディングとエアバトルという3つが追加になっています。どれもまあディフェンダーの選手が多く持っているスキルなんですけど、エアバトルに関してはなんかロナウドとかフォワードの選手なんかもついてそうなんですけど、まあ、ロナウド、あとバイエルンのレバンドフスキーなんかもねエアバトルは持ってなかったので、まあ、基本的にはディフェンダーの選手が持っているスキルみたいですね。まあ、スライディングなんかはスライディングがまあうまくなったりとか、ファール取られにくくなったりとか、ブロッカーなんかはどうでしょう、まあ、シュートブロックなんかがしやすくなったり、足をしっかり伸ばしてくれたりとか、そういうのあるんですかね。あとは逆足根腕の表示ですね。まあ今までは数値なんかでね、表示されていましたし、根腕なんかは8段階ぐらいに分かれてましたけど、今回、まあ、逆足は高いだったり、調子の波は小さい大きいとか、まあ、怪我体勢なんかもまあ低いとか高いとかで表示されて、まあ、やや高いっていうのもあるんですけど、まあ、5段階評価ですかね。はい、ということで、まあ、選手長所の方の表示がなくなってますね。まあ、正直あんまりねどっちでもいいかなとは思うんですけど、まあ、その辺も変更が入ってるようです。まあ、新プレースタイルは残念ながら今のところなかったですし、ゴールキーパーのスキルとかフォワード陣のなんかスキルみたいなのはなかったですね。はい、ということで、まあ、試合画面に行くんですけど、まあ、いろんなね操作なんかは変わってるのはもちろんのこと、まあ、その辺は慣れていくしかないかなと思うんですけど、今回2つ紹介します。まずはボールボーイの方が追加になっています。サイドをタッチバーラインを割った時も、あとはゴールラインを割った時にゴールキックになった時も、このボールボーイがボールを渡してくれるんですけど、今のところ若干まあボールが消えたり不自然な動きなんかもあるみたいです。まあ、この辺はベータ版だからかもしれませんが、早いリスタートなんかする時は良くなるんじゃないかなと思います。はい、あとはまあ放置をした場合ですね、このような感じであなたの負けです、試合をギブアップしたため敗北となりますということで、このような表示が出てしまいます。なので無操作、まあ、放置をした場合は試合をギブアップしたとみなされるために、まあ、負け扱いになってしまうという、まあここは変わってないみたいですね。はい、ということで、以上が、まあ、個人的に気になった部分と変更を見つけた箇所という感じになるんですけど、まあなんか他のね、要素を気づいた点なんかあるという方はぜひコメントに残していただければと思います。はい、そしてまあアンケートの方がね、来ているので、このベータテストに参加したという方は、まあ、それぞれアンケートに答えていただければと思います。まだ自分は内容をチェックしていないんですけど、どのようなアンケートが来るのか分かりませんけど、まあ、改善してほしいところなんかはしっかり記入して答えていく方がいいかなと思います。まあ、個人的に思ったのは、まあ、やはりマニュアルのカーソルチェンジ、四角プレス、チームメイトムービングは残しておいてほしいかなっていうところと、まあ、あとは操作については別に変化してもいいかな、まあ、それに慣れればいい話なんで、まあ、今までのね、操作に慣れてしまった分、まあ、最初はね苦労すると思うんですけど、まあ、あとはゲームプランの画面もうちょっとなんか見やすくしてほしいなっていうのは個人的にもありますが、まあ、その辺の改善が見られるといいかなって思います。はい、皆さんが気になる点だったりとか、その辺もねぜひコメントに残していただければと思います。こちらのチャンネルではウィニングレブン2022の新情報なんかをまとめて紹介していきます。まあ、総合値なんかをすでにまとめてますし、まあ、今後は選手の能力なんかもね、比較してまとめて動画出していこうと思ってます。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。